偏差値50高校が行きたい大大学京都大阪編今回取り上げるのは大阪府立芥川高校高槻市偏差値50です。えー、以前偏差値45で同じ町にある大冠高校を取り上げたんですが大学進学率は高くブランド志向は強いという印象でした。ここから一つランクを上げていくと一体どうなっていくのかという話をしたいと思います。 実際に芥川高校にお邪魔してお話を聞いてきたデータをもとにしております、えー。卒業生の合格者数です。まず、関関同率は絶望的に無理。えー、同志者立ゼロ寛大8人ですが、これは指定校推薦がかなり混じっているはずです。関学は浪人して1人行きました。ということで、ほぼ、えー、現役受験生はいないに等しい。そして、驚くべきことは、近畿大不人気で。 合格者が2人しかいないいななほぼ近代は受けないこれが高槻市かと。まあこの学校だけかもしれませんけどね。で実際話を聞くと高槻はものすごく京都志向が強いです。龍谷大学の人気が高い。京産も大人気。そして京都立花大も人気が高い。えー、京都立花一見遠いイメージですが高槻市から JR で一本で山科なんで京都立花も人気。他に人気校としては まあ、関西外大京都外大大阪経済、そして大手門と節南が、まあ、一番主力、このほか大和大、梅花女子、愛の大、大阪学院、大阪電通あたりがそれなりに合格者が多く、まあ、この表に載ってる大学が、この芥川高校が入りたい大学と考えていいでしょう。で、まず、カンカン同率は全部消える。で、面白いのは本当、近代に行かない。で、京都は大好きと。兵庫県は誰も行きません。 偏差値50ぐらいということは、えー、方向性の平均ということですが、今や方向性の平均で、えー、大手門や雪南は当然受かる。流国共産あたりを目指すというのが、この高槻市、北摂大阪、京都あたりの、まあ、動きなんだなと、えー。8割4大に行きます。なので、専門学校就職短大組はかなり少ない。8割4大、そして7割年内です。ただ、 年明け一般選抜組もまだ60人ほどは残っており、その人たちは、まあ、流国共産の一般狙い。これが一番最上位層。あとは、まあ、仏教大も手堅く人気ありますね。なので、えー、率直に言って人気ないのは大谷です。今時の北摂の偏差値50高校のメンタルとして、えー、高槻なんで、京都志向と大阪志向という2つの流れがあります。まず、同、え、率、ー、は無理。 全く考えてもいない。個人的には、立命の茨城のキャンパスの総合型ぐらいは挑戦してもいいんじゃないかと思うんですけどね。で、共産、流国大好き。僕は、共産すごく遠いイメージがあるんですが、まあ、通学圏ではある。で、仏大、京都、立花もか。思ったより不人気なのは、京場、道場です。びっくりするぐらい人気がありません。で、あとは、まあ、大谷大。人気ないとはいえ、大谷大。名前が出てくるだけマシで、こっから下は全く考えてないと。次に大阪です。 寛大は指定校の人だけが行く。ただ、指定校の基準が高いので、指定校は埋まらないとも言われています。近代は興味なし。切断、大手門大好き。で、あとは、まあ、大和大阪学院、大阪整形、千里禁乱あたりにちょこちょこ行きます。では、今後少子化でどうなるか。この偏差値50高校は、ものすごくブランド志向が強く、行ける大学の中の 行きたい大学を探します基本的にはカンカン同率は初めから諦めています。国公率もめったにいない。ただ今年は2人公立大受かってますね。大阪公立大じゃないですよ。地方公立大です。挑戦したこと自体素晴らしいと思う。で基本は流国共産に行きたい。高槻は京都志向。なので今後もずっと流国人気共産人気は高いでしょう。そして留国共産切断大手門で まあ入りたいか大学は大体決まっちゃうのでそれ以下の大学は龍谷共産切断大手門に匹敵するブランドにならないと選ばれませんなので大阪学院とか大阪整形とか大谷とか倍価女子とか、えー、残念ながら教助同情もそして京都外大や関西外大であっても龍谷共産切断に競り負けている面があるこれに勝たないといけないただ 偏差値や志願者数の競争で勝てなくても、個性があれば行きたい大学にはなれるわけですね。愛の大学とかは医療系だから。あとは大阪政権も個性はある。山和大も個性がある。ただ、全体的に関西次第は関東次第に比べて、個性的な大学は少ないです。これは、学校推薦型選抜の学力の公募性が強すぎて、方向の序列と同じように、学力による大学の序列がきっちりしすぎており、 大学が個性を出す必要がなかったっていうのが関西の事情ですね。さて。芥川高校からもうワンランク上の高槻北高校を調べてみましょう。偏差値五十四。この辺りになってくると、国公率にはもうちょっと受かり始めます。で、えー、関西大六十、関学十五、同志社十六、立命六十三ということで。ワンランク高校のランクが地域で上がることで、一気に。 関西大学と立命に受かり出す。関学同士者は正直、まあ、高校内のトップ層ってことですね。そして、芥川高校と違って、近畿大は大好き。まあ、一般選抜で受けるってことですね。同じ町なのに、近大は遠いから行かないって言ってた芥川と違って、近大大好きになってきます。で、共産も評価が高い。法難は絶対行かない。龍谷大好き。龍谷大好きと。 で仏教大もまあ教育学部あるし評価高いんですね。はい京都立花が減ってきます。流国に受かっちゃうんで京都立花にはいかないんですね。そして京都外大の不人気驚くべきことに関西外大もそれほど人気がありません。参勤交流の国際系に行っちゃうんですかねで大手門学院は大人気雪南も大人気大阪経済、教場道場が意外と人気がありません。 大阪工業はそこそこ行きます。で、大和大も思ったより行きませんね。この辺りのランクの高校は、実は大和大嫌いなんじゃないか。龍谷の方がブランド力が高い。大和大よりも、まあ、節南大手門に行くと考えられる。面白い動きです。もうワンランク高校のレベルを上げます。高槻市の月の木高校。いよいよ、大阪公立大に受かり始めます。 とはいえ、国公立は28人と全然主力ではない。関西大大好き83人、立命67、で、同志者44。結構受かり出しますね、同志者。感覚ゼロ、法難ゼロ。本当に兵庫県嫌い、高槻の人。で、えー、近代、共産、流国大好き。ということで、基本は関西大、立命を目指し、次に流国、近代、共産という流れで、 相変わらず道場教授人気ありません向こう上結構行きますね。そしてこの月抜き高校あたりになってくるとそう節南とと大大手門と大和大は消える関西外大京都外大も消えるどこから消えるかって高校のホームページから消えるんですよ。まあ実際には名前が載ってるんですけどそのカンカン同立三金交流を強調する出し方をし始めて基本的には生徒さんたちはこの表に載ってる大学だけ入りたい。 となっていいく傾向が強いすなわちもう月の木高校になっちゃうと切断や大手門では取れませんこれが現実ですもうワンランク上行きましょう高槻市の大阪府立高校のトップはこの三島高校ですねここより上だと茨城高校になっちゃうんで,であと今回は私立は外してます三島高校になってくると国公立68名合格でいよいよ阪大神戸大に受かり始めます 半大神戸大大阪公立大にきっちり受かるとはいえ、まあ、あの、主力ではありませんね。その高校のトップクラスの生徒だけ。立命301、寛大165、龍谷336、近代215、同志社74。さすがに寛学に行き始めます。えー、あとは共産。それで、港南大は嫌ということで、この高校になってくると、もう、関関同立は受かって当たり前。ただし、 半大神戸大に手が届くのは超トップ層だけ。で、意外とこの高校は教授道場、向こう上行きますね。面白い動きです。で、もうここになってくると、切断や大手門はありえないということですね。何が何でも、龍谷、近代に引っかかっちゃうんだと思います。これが現状です。でも、いずれこれが下がってくるだろうというのは想像がつきますよね。ということで、 ちょっと順番に上位高校を取り上げてしまいましたが今日一番重要なのは芥川高校偏差値50です現在の芥川高校は大手門切断が大好き憧れは共産隆国っていう状態なんですねただこれから少子化が進んでいくとこの高槻北高校の進路実績が芥川高校になると僕は思います現に ちょっと僕も関西ほんと詳しくないし、昔のこと知らないんですが、かつての芥川高校だったら、共産・流国はなかなか受からなかったはずです。大阪学院とか行くみたいなね。でも、受かるようになってきた。ということで、数年後には少子化が進んで、芥川高校の大学合格実績は高槻北高校並みになる。高槻北高校は月の木高校並みになる。すなわち、もう、 高槻北からは大手門や京都立花や雪南や大和には行きたくなくなってくる。だって受かるから。そして月野木高校の進学実績が三島高校になるわけですね。カンカン同率入れて当たり前。最低でも龍谷近代には引っかかる。ってなってくるとそう、今は芥川高校からの評価が高い大手門雪南は怖い。 20年後にこれはない。そして、今はなんとなく来てくれてるヤマトとかバイカーとか大阪学院とか大阪電通とかも、どんどん流国に吸われていくわけですから、そういうことを考えると、今、上顧客である芥川高校は、あなたの大学を裏切って、みんな流国協賛へ行ってしまいます。これは確定です。人口減ってるから。という状況の中、 まして高槻北や三島や月の木が大手門や雪南にもっともっとこれからたくさん来てくれるっていう可能性は全くのゼロです。まあ、数人はいるでしょうけどねということを考えながら大阪京都の中小私立大学は選ばれない方向に選ばれなくなっていく危機が迫りくる中でどういう対策を立てるのかっていうことを考えないといけません。